みんなでハッピーハッピー飛び越えていろんな人たち集まり楽しく一緒に作ろうラジオタイム坪井いひのハッピーラジオみなさまこんばんは 始まりました。坪井いひのハッピーラジオ。私はですね、カナダ、スウェーデン、ドイツという風に音楽の修行をしてきて、現在日本で活動しております。ドラマ、坪井宏ひと申します。そして番組一緒にしてくれるのは、はい えー、甘いもの食べるとしょっぱいものが食べたくなる。キーボードの森とたまみです。はい、たまちゃんでございます。ありがとうございます。たま <laughs> ちゃん。なりませんかえ、何？甘いもの食べた後しょっぱいもの食べたくなる。うん、もうあなたが食べ物の話をするのは相手しないって決めています。<laughs> <laughs> <laughs> まあいいや。あのー、ですね、たまみさん。はい。前回あのー、えっ、ー、と、ゲストなしで、えっ、ー、と、はい、お送りしましたけど、あのー、前回あのー、予告したように、 今日はでですすねギタリストの方がいらしてるんですよ、はい、とっても楽しみでそして僕ってね、はい、そのジャズミュージシャンって認識してる方はもうだいぶちょっと少なくなってきてる可能性があるんですけどでも逆に言うと、はい、なんでジャズをそんなに一生懸命学んだのにそのいろんな音楽そんなに興味持ってるのっていう風なの がちょっとと不思思思議にうう人もいると思うんですよ特にジャズを聴いてるっていうとう、ね、結構なんかそれを聴いてるっていう風なイメージを持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そしてそれは何でかっていうとね僕はジャズ犬時代にその先輩方の環境がとっても良くて。 そのジャズしかやっちゃいけねえんじゃねえっていう風な雰囲気じゃなくて、いろんなミュージシャンの方がいらしてたし、その音楽はいいものはいいっていう風なものを、ことを言っていいっていう環境をね、教えてくれたんですよ。うそ僕、それはね、自分にとって大きな経験で、その中で出会われた、もう素晴らしい方が今日いらっしゃってますので、<laughs> イエーイ もう皆さんに紹介できるのが楽しみでございます。はい、そうです。<laughs> こんな番組をですね、こんな素晴らしい番組を支えてくださってるのはですね、横須賀にあります、株式会社、城組様でございます。はい、おかげでできておりますね、たまちゃん。はい、じゃあもう早速さ、お呼びしてよろしいんじゃないんですかんう ねえ、たまちゃん、じゃあ、そしたら、たまちゃんからお呼びする、僕からしよっか。はい、私からしますい <laughs> はい、え、ギタリスト。コンポーザー、アレンジャーとして活躍する。 東龍平さんですいらっしゃいませーこん,ばんはこんばんは、お邪魔いたします。東 <laughs> さん、よくいらっしゃいました。い<や>ご無沙汰しております。ますはい、サマちゃんをはめましてですね。<laughs> もう大丈夫ですか、東さん。僕のこのテンションと、はい、あの差が。いや、大丈夫です。<laughs> <全>然 <laughs> 申し訳ございません。うん、でもですね、あの、皆様ぜひ、あの、ちょっとご紹介したいと思いますけど、はいはい、東龍平さんですね。えっ、ー、と、ギタリストとして活動をもちろんされてますが、はい、えっと、コンポーザー、まあ、作曲家、編曲家、アレンジャーとしても、えっと、いろんな活動されてて、プロデュースもいろいろされてるんですよね。あまあ、頼まれれば。素晴らしい, <laughs> い,い。 でですので音楽全般、音楽業界のお仕事結構いろんなことにわたって全般のお仕事をしてるって僕はイメージでいるんですけれどそうですね、あのはい、いろいろ頼まれちゃいますね。音楽に付随したものは、はいまあ、この時代なんで。はい なんか広くそうですねはい。できるだけやるようにして素晴らしいですですので僕平田さんとかそのそういうのを見てきてるから結局ジャズだけじゃなくてこうやってラジオでお話しさせてもらったりとかそうですねいろんな音楽とか素晴らしいですいやもうそういうのを教えていただいたって感じで教えた認識は誰もないと思います。盗むんでございますよそれは音楽ですからガサスですいやいや。ガーサスですが来ましたこういう業界用

楽しいだけじゃなくてはい、はい、本当にその音楽のこう業界で働いてる方が僕らの周り多いんですよね。多いですね、はいなんか か、もうそのまんまって感じですよね <laughs>。そうですよね。ですので、あのー、ええ、ちょっとちゃんと音楽の話、今日はですね、うん、その、東さんが、はい、えっと、ファーストアルバムになるんですよね。ああねええ、僭越ながら。はい、The Shade of Life というアルバムを発売されたので、ではい、そちらのお話は後半でお聞きしたいと思いますし、まずはですね、ええええ、東さんがやっぱりどんな 方なのか、えー、など,どんな音楽家の方なのかっていうお話を最初にしていきたいというふうに思っておりますので,です、ねはい、今日はぜひリスナーの皆様あの本当音楽を始められる方も今やってる方も多分楽しいと思いますので、えー、ぜひお聴きくださいありがとうございますそしてもうやっぱり音楽家はですねやっぱりその音楽を聴いてもらうのが、はい あの一番紹介になるかなっていうふうに思うので、はい、東さんがその最初その音楽のやっぱ土台となるような音楽とか影響を受けたものって何かあるかなと思ってそれを最初に流したいと思うんですけど,、まあ、どいかかがでしょうやっぱりあのまあなんか象徴的な曲になるんですが、はい、80年代の、えー、と西海岸 バンドを代表するトトですね。はいはい、トト、<で> T.O.T.O. <や>ですね。はい。はい。いや、まあ、もうこれ以外ないんじゃないかなっていう感じなんですが、いはい。えっと、ロザーナを。 かけていただこうかなと選びました。はいはい、素晴らしいです。もう <laughs> 定番中の定番だし、<laughs> ベタすぎてごめんなさい。いや素晴らしいです。ここを、はい、ちゃんと抑えるっていうのが大事だと思います。タマ、はい、ちゃんじゃあおしたら紹介だともに流してもらっていいかい？はい、はい。東龍平さんのリクエストで、えー、トトのロザーナ、はい。楽しんでください。はい、お聞きください。行きます。お聞きいただいておりますのはトトのロザーナです。 <laughs> <laughs> はいやっぱもう素晴らしいです気持ちいいえこの中でやっぱもうスティーブ・ルカサーがって感じですかえっとそトはあのやっぱ年上のいとこのお兄ちゃんが教えてくれたんですけど <はい S 2> まあそのギターっていうのは後で意識した感じ <おー S 2> やっぱりその全体のサウンドと曲のよさ <はい S 2> 曲のよさ、はい いやなんかもう何とも言えない爽快感っていうかなるほど多分小学生ぐらいの時に知ったんですけど、はい、もううわってこのキレと小、えー、学生でそんなことなんですか <laughs> そうですねや,ばい、まあ、やっぱりあの <laughs> 兄貴もいるし、はい、ちょっとませ。

ちょっっと育ったんですけど、はい、兄貴がアメリカ時代にあのビートルズにはまってまして、はい、一時期、はい、あのビートルズは多分もう本当にもう幼い時に、はい、もう耳から入ってたんで、うん、まか、あまあ、なんか変てこな歌だなと思いながらなんとなくそういう感じで入ってはいましたね体にはい。 大人びたものを聞いてる意識はこちらはなく。ああ<ー>、はい、自然の中で。<然>るんで、ね、そうですね。はい。 まあアメリカにいたんで当時一番流行ってたサウンドっていうのが、はい、こう,いう西海岸サウンドだったり、はい、あとちょっともう大御所クインシー・ジョーンズものですね。うん、マイケルがマイケル・ジャクソンが一番売れてた頃なんで、まあ日常的に聞いてたのがそういう音楽になっちゃうんですね。すごい <laughs> いい環境ですね。環境はそうですね。今から思えばって感じですけど、そうです。ひです東さんその、ね、生まれた時はアメリカで生まれたんですか？ねはね僕。 僕はこっちで千葉県で生まれたんですけど、はい、まあなんかちゃんと聞いたことないんですけど、えっ、ー、とゼロ歳で多分、はい、あの僕が生まれるのを待って母親が、はい、えっとそれで生まれてから。 渡米したって感じ父親だけ先にアメリカ行ってたみたいな仕事の関係なんですけどそうしたら物心ついた時にはもうアメリカにいてしてその頃にそういう環境だったっていうそうですねまあ周りはねそういう曲しか流れてないですかい特にかっこいいとかは意識はないですしね。 えー、そして戻られたのがえっ、ーえー、とね小学校2年になる直前とかそんな感じですね、はい、あえー、そ,それで帰国されてって感じなんですねそして楽器を始めてのは帰国してからですか、ね、楽器はそうですねえっ、ー、とアメリカ時代はほとんど触って家にピアノがあったぐらいですねはい、えー、で楽器はもうなんかいつの間にか 多分小学校6年ぐらいの時に誰かのものか分かんないアコギがあったりでそのタイミングでちょっと母親に言いましてあのピアノやりたいって言って最初はピアノをやりたいと。そうですね、ピアノをちょっとやりに行った時期がありまして、はいうん、とてもいい先生で、はい、その時にあの楽譜の書き方あのこう4分割して。 ってて書いてのってん、はい、なんかトーン記号をうまく書くとかなんかそういうのをすごく女性の先生だったんですけど、はい、すごい丁寧に教えてくれて<ー>でやっぱり、まあ、クラシック弾きたくて言ってるわけじゃないんで、うん、あんまり真面目に弾きはしなかったんですけどただでもとてもいい先生で。はいうん そしてえそ、え、その後にギターには。ピアノを続けてたんですか。ね、ピアノは、えっ、ー、と、中学上がってしばらくは行ったり行かなかったりしてたんですけど、はい、も、ギターを。買ってもらう、買ってもらう前にもう夢中で、はい、えっと、うーもう。 エレキギターをまだ買う前にアコースティックギターでエレキのフレーズを弾いてたみたいなどっちでもいいやみたいないや素晴らしいそのうちあの、えー、両親が買ってくれまして、はい、もうそこからはあんま記憶がないですけどああなるほど、はい、そんな感じですねじゃあそのくらいからようやくギタリストの演奏とかを気にするようになったって感じですか、えーえー、もちろんそうですね、はい、エレキの音がいいなっってやっぱり 思うのって中学生ぐらいだと思うんですよ。悪い感じ。さっきもねガンズがかかってます。さすが聞いてらっしゃる。これだみたいな。やばいちょっとこうとんとんがってくる時期と。いやちょっと今日もリスナーのギター小僧の方は必聴だと思うんですけどいやそうっすよね。でもねあのタマちゃんにもさっき言ったんですけど、ピアノがかっこよく弾けちゃう人もやっぱ羨ましくて。ただまあ両方やる時間はなかったんで。 あのポールみたいにポール・マッカートニーみたいにさらっと弾けるといいなと思ってたんですけど、えー、なかなかね、えー、両方はいやそうですねあのー、やっぱギターの音に、うん、中学生はやっぱり。 反応したらもうそこでロックギターいろいろコピーとかやられてもちろんそうですねもう割と雑誌が当時はたくさんあった時代なんで雑誌を買いあさってまあやっぱり洋楽中心だったんですけどただ同時に僕が中学生の頃って90年になったとかその頃は J−POP がすごく 売上が伸びた時代でもで、ね、みんな CD を予約して買いに行く感じ、うんえっと、女子でいうとユニコーンとか聞いてて大迷惑とかみんなそっちで男子は、えー、まあボーイカ布袋さんがソロになったぐらいなんであ、はい、まあ友達はそっちが多かった。 はい、あの日本のロックバンドです、はい、まあ、僕はでも、やっぱり、もう、その。あんまり、やっぱり、あのアメリカのバンドが大好きです、もう、バーンヘイレンとかも、もう、はい、もう、どっぷり、そっちばっかり、ね。なるほど、えー、と同時に、やっぱ、さっき、ちょっと言ったラリーカルトンとかも、聞いてましたね。はいうん、ジェフベックとか、はどうでしたう。ジェフベックも、えっと、はい、その楽器屋の、おじちゃんたち。いやーうん リュウちゃんこれ聞かないとだめだよっていいろんなもの貸してくれるんですけど、はい、ジェフ・ベックはちょっと渋すぎたんですけど,あどまあでもあの薬を飲む感じでいも、はい、これは薬なんだと。いろんな意味で捉えようと思っております、ね、今 <laughs> これはい。<laughs> あの 通らないとダメなんだと。はい、そうですね。でもねあとで考えると、テリー・ボジオだったり、ねはいあの、ティンボ・ボガートとやってたりするんで。もう今日いろんな名前が出てくると思います。<laughs> 皆様、携帯を片手に、ぜひ聴いていただきたい。<laughs> <laughs> ね、カーマイン・アピス。そうう。して、ね、ドラムも好きなんですよね、えーえー。いや、と言いますか、バンドの全員をやっぱ見るんで。いや、素晴らしい。うん あのトトそのトト挙げられましたけど僕ももちろんジェフポーカーの好きですけどスティーブルカサーとかそのデビット・ペイジとかもう他の楽器にかなりこうあの行きますよねだからああのバンドの魅力ってそれだなってそうですねまあ楽曲がいいっていうのとはいそうですねそんな感じですねドラムはやっぱり 大事ですよねバンドサウンドだとボゾ蔵さんとかジョン・ボーナムさんとかはじめリンゴスターもだからドラムもすごい大好きですね。ーるきっかけでギター入るとかあるじゃないですかみんな一心同体っていうかね中高時代はバンド活動っていうのをちょっとしつつそうですね 音部みたいな感じですかいやもうなくてやってる友達もそんなに多くなかったんで集まってそのっと後に一緒にバンドをやることになるんですけど隣の中学の渡辺君っていう人を紹介してもらって今でも付き合いあるんですけど近隣の子たちでうまい子でこうんかネットワークがうっすらできて。 そのまま高校生になってちなみにどんな曲とかやってたんですかあえっ、ー、とねどんな曲うっとねもう、はい、うっとね難しいのがやっぱりねできないんですけど、はい、まああと「オジオズボーン」とか、はい、ストレートなロックをやってた記憶はあります。ハードロックではい そうですね、今、まあ、ビートルズもね普通にパッと合わせられたりはするんでなるほどそういうような曲をやられたってことですね<ー>してそれで結局その僕と出会わせてもらったのはジャズ犬じゃないですかそのジャズ犬にこう顔を出すようになったのもしくはそのジャズもその興味の中に入ってきたのはどういう流れでなんですか、ええええ、いい質問ですねねええー、っっと、ねえー、っと もう、えー、とスティーブ・ルカーサーとか、はい、その辺ラリー・カールトンとか、はいまあ、あとジェイ・グレードンさんとか聞いてたんでセッションミュージシャンっていうのを意識してたんですね、うん、高校の時から。なるほど。で、えーとまあ、ああいう仕事に就きたいなとはもうあの漠然とは思ってて、はい、であとはさっき、えー、とちょっとねあの、はい 事前にお話してた時みたいあのモントルのあの辺の全盛期だったんでその結局ロックだけ聞くっていう環境でもなかったんですよねなるほど確かにそうですよねモントルジャズフェスティバルっていうふうな名前ですけど結局ディープーブルが出たりとかあのいろんな人が出てますよねねでそのジェフベックの話じゃないですけどえっとヤンハマーさんとやったりその全然 ちょっと畑違いの人とこうお手合わせをするっていう時代がやっぱりそういうねまああとマイルスが出てきて電気バンドやったり、はい、だから自然とその音楽ジャンルっていうのはあんまり意識してなくてて、はい、まああの。 うんと、ちょっとマニアックなんですけど、ベイクドポテトスーパーライブとか。ジェあの辺はもう完全に音楽的にはフュージョンですよね。そうですね。いや、もう反応する方いると思いますよ。わからんや、おたまちゃん。すいませんね。グレクマチソン。ロスロボトミーズ。ロスロボトミーズ。ああ、そう、で、まあ、あの、たまちゃん知らなくて当然です。逆に知ってると。おかしいやろ。やばい、やばい、そのうち。 でただそれが、ね、当時は自然と楽器屋のおっちゃんが貸してくれる CD に入ってたんで、はい、まあマーカス・ミラーとか三本もね、うんはい あのハイラム・ブロックが弾いてる「ダ・なンダ」で聴いてたんで、はいうん、もうそれは本当に中3とか高、はい、1>, 1からそんな感じだったんであなるほどで<え>そうですねでこれも高校で出会ったあの野村くんっていうキーボーボ、はい、素晴らしいキーボーディストがお互い CD 交換してで、はい、野村くんがその後千葉大に進むんですけどそうです、ね、僕の直属の直属の上司ですね。はい <laughs> で彼は素晴らしいミュージシャンシップなんですけどやっぱり鍵盤の人ってある時期上手くなるとどうしてもジャズに行くじゃないですか、うん、ハービー・ハンコックだとかスティーリ・ー・ダンとかの影響だと思うんですけど、はい、ハービー・ハンコック。 それ、まあ、で、うん、大体みんなビル・エヴァンスでノックアウトして <laughs> <た> <laughs> なんだこれみたいな、ね、まあ当然だと思うんですよで素晴らしいですからね、はい、でその彼がジャズ系に入り浸るようになって、はい、で僕らを誘うんですね、はい、セッション来いよと<ー>あのブラッシュアップになるからって、はい、でそれで僕も あのやっぱり上手くなりたいんで行くんですよね、はい、でも行くんですけど全然弾けなくて、はい、そうなんですよでその弾けないっていうその4ビートについていけないっていう体験が逆に僕にとってすごい新鮮でここはできないものを 今でもででもきないんですけど、えー、ジャあのそこのエッセンスを、うん、1%, もう1でもいいから感じようっていうのが思ってたことだし、はい、今でもそんな気持ちはあります。えー、素晴らしいだからその、ね、多分環境がそのいろんな音楽があるっていうふうなのが自然で自分がいろいろ取り込みたいからっていう。 その思いでああいやなかなか簡単にできんすよできないですできないですだって自分の殻に閉じこもるのが楽ですもんああそうですねでもそれだとね胃の中のなんちゃらになっちゃうんでこれから音楽する皆様ぜひ聴いていただきたいいや素晴らしいですよで千葉大の当時のジャズ圏っていうのがやっぱりかなりそうですねえっと。 はじけてましたし、素晴らしい才能がね、本当そうですね、ジャズの今も第一線で活躍されてる方っていうふうなのも多いですし、その東さんのように、ジャズ以外のところで活躍されてる方とか、いろんな方がいらして名前を挙げるとね、切れないです本にはいっぱいいますんで、でですのいい環境でしたね。だから 逆に言うと、多分東さんも、あの、場所によっては行きにくいジャズのたまり場とか、は多分ありますよね。そうです、ね。東さんたちからすると。いや、そういうのはう垣根を取っ払ってくれたっていうのが、すごく素晴らしいなって思って。 いや出会えてよかったです,よ <laughs> ですで僕が出会った時にはすでに東さんはいろんなお仕事されててああそうで,すそうでしたねその時にはもうすでに作曲とか編曲のお仕事もしてたんですかギタリストとしてと、ねうん、と最初はやっぱり録音の仕事を呼ばれるようになって、はい、で、まあ、ちょこちょこんかちっちゃい仕事いっぱいやって、はい、あとアーティストの伴奏とかですね、うんうん なんかやってたんですけど、えっと、これも巡り合わせで、はい、ちょうどデジタルレコーディングが2000年から全盛期なんですよねプロトゥールズってやつですね、うん、でそれがえっとねもうプロトゥールズもね僕は1999年には触っててでその頃のプロトゥールズでまだえっと、うん 実際のスタジオの現場ではそんなにまだ入ってくる前で僕も最初に撮ったレコーディングの仕事っていうのはまだ4ってていうマルチレコーダーダでしたアナログ、まあ、デジタルテープなんですけど、はい、アナログの仕事だったんですねで。それが今度ちょうど僕が大学を出るのと同時にそのコンピューターってものが制作現場にどんどんこう入ってくる<ー>その時期と重なったんですね。えーで そこまで僕もその意識してあの取り組んでたわけじゃないんですけど周りの,その友達のエンジニアとかがそのプロトゥールズっていう機械をマッキントッシュで触っていく中で横で見てなんとなく覚えて。であの まあこれからはこうなっちゃうんだろうなっていうのは漠然と,えっと見てたんでそこハードディスクレコーディングで今死後ですけどそっちのまあ打ち込みとかも自然と覚えていて。 感じですね、なるほどそうか、えー、やっぱその現場でいろんなものがこう入ってきてるのでちょっと知っていくと、ねうん、そうですね肌で感じて、はい、まあ周りのおじさんたちもなんだなんだってなってみんなで一緒に研究して<お>、うん、素晴らしい。でまあ今はねもう当たり前で、はい、ラップトップで。 世界に一曲発信できる時代なんで,で、ね、まあ僕もまさかこのスピード感でこうなるとは思ってなかったんですけど、まあ自然と自分のパーソナルな作品をその家で作れちゃうっていう流れにはすごい便利だなと。いなと思ってそうですね。そう東さんなんかそういえば学生の時にもすでにあの、ええ。 ちょっとレコーディングしてみようよみたいな話を先輩たち普通にしてて <laughs> そうでしたはいあ、うん、そうかそういえば今,今は普通じゃないですかそれそうですねでも当時はえっていうふうな感じだったのが、えー、そういう秘密があったんですねなるほどでえっ、ー、と撮ること自体っていうのはカセットとか M と MD m d の MTR まあカセットが多かったかな、はい、でもうすでにその高校の時に自分の作品撮ってたりして <laughs> <laughs> あの何ていうか、えっと、ジェフ・ベックとか、はい、ジョー・サートリアーニの真似事、はい、スティーブ・バイとか、はいうん、やっぱりギタリストって、まあ、ちょっとそういう変態なとこがあるんで「一人多重録音」ってもうこれも死語ですけどそれをやって。 で音楽の先生にそれを提出したりして、えー、そうですね。あのそれ出したら単位くれるって言って、えー、普通にやってましたね。えー、だからね、ちょっとこんな東さんが一体どんなアルバムを作ったのかっていう話もありますよね。<laughs> そっちねいやすごいっすよ。アメリカの話聞きたいこと多すぎるんですけど。<laughs> あ、そう、ね。まあなんか自然にやった行き当たりばったりでやってるだけなんですけど、はい、なるほど。ま。<laughs> お大雑把に言うと音楽楽を結構楽しんでできたっていう感じですかうんそうですねもちろんその僕が今言ったことっていうのは、はい、あのひょっとしてトトみたいに近所ですんごいうまいやつらが集まってれば、はい、<laughs> バンドでやってたことかもしれないんですけど, <laughs> な,どなかなかねバンドってそうもいかなくて、はい、みん,な,うん、うん、なんか家庭の事情とかでねや、うん、めてっちゃったりとか。な、はい、なかなか僕は その自覚してたのがなかなかバンドのメンバーにはそんなに恵まれてないかなっていうのは薄、はい、うっすら。っていうのはそのあの力量とかじゃなくて、はい、やりたい音楽がこう、うん、同じベクトル向いてる人がそんなに近くにいなかったっか。巡り合わせってことですねあと決定的にやっぱりシンガーの問題があってやっぱり僕はなんか英語で全曲書きたいとかね。今だとあの ワンオクとかああいうとエルレガーデンとか英語でねやっちゃうのは別に時代的に問題ないんですけど当時はお前やる気あんのかって言われたことありますから一回そうライブハウス一回英語で全部出たら君たちやる気あんのみたいなそういう時代だったんでそうですよそうですよねやる気になるんですよそれが逆に業界でやってく気あるのってことそうそうそうあのさみたいなはい。 説教されたこともあそこに別に何ともまあ世の中そういうもんなのかなとも思いましたけどなるほどそうかそうですよねああ貴重なお話面白い渋谷さんはそのェフから入ってどうして「4ビート」の世界に行ったんですかやっぱり。僕ちょっとまあガー問題の話もトトにつながるからしたいけどそれはちょっと置いといて僕はですね 多分似てると思うんですけどジェフ・ポーカルが要するにジャズもやってるっててやってますねっていうふ、ん、うな話を聞いてお父さんジャズドラマーなんですね。そしてジャズをやってるっていうのでじゃあジャズのやつ聴こうって言ってインストを聴いたんですよ。はいはい、それがロス・ロボ・トミーズだったりとかモントル・ジャズ・フェスティバルとかで <laughs> フュージジョンをジャズだと思ってますその大分県に情報が全然入ってこないから。うん <laughs> もうあのブリック・ブロックってお店にロン・カーターが来たかと思えば、はい、スティーブ・ガッドも来てはい、はい、全部ジャズってクッになっててああですのでそれで、えー、とジャズを上手くなるためにしようってそれこそさんと一緒、ね、大学に入ってジャズ犬行ってみたらスイングに初めて見て。ええ わけわかんねえ、これ <laughs> っていうになっても、どっぷりってことです。どっぷり、ね、はい。で,ですの、ね、で、入りは、そのジェフ・ポーからのフュージョンをジャズと勘違いしたことですね。ねそれでした。じゃあ、ルーツ近いですね。似てると思います、うんます,ね、すごく。うん、いや、だからもうね、今日ちょっと今からその東さんのアルバムを流したいと思うんですけど、どうん、僕聞いてね、むちゃくちゃ興奮した、ね、あ,あ、そうなんですね。いや、ええ、車の中で僕、とりあえず2回、 あの、二回は行こうって言って、あの、一曲目が終わったあたりでもう二回し行きましたね。ま二回しも。しちゃったんで終わです回帰りも一回聞きました。あの、すごい嬉しくて、あの、いい作品なんで、今度ちょっと次のコーナーに行って、一曲流したいと思います。じゃあ、たまっちゃん。はい。次のコーナーに行きますか。はい、行きましょう。トッフェイクフェイ ありがとうございます。<laughs> 考えるな、感じろという。はい、はい、もう音楽を一曲聴いて何か考えるんじゃなくてもう感じようぜっていうようなコーナーになっております。うん、この度はですね、えー、っと、ギタリスト、コンポーザー、アレンジャーの東竜平さんがいらっしゃってますので、はい、えっと、 発売はもうされたんですよね。えっとね、5月31日に無事にさせていただきます。おめでとうございます。ファーストアルバム。あ、そうですね。実質的にははい、なんか意外なんですけどね、かなり意外でしたけど、経歴はもう先ほど話したようにいいっぱあるから、The Shade of Life というアルバムを発売されたということですね。ありがとうございます。素晴らしい。この中から一曲お送りしたいと思うんですけど、えっとまずしたら多分もう一曲。 前情報なしで皆さんに聞いてもらってその後にいろいろレコーディングの話だったりどういうふうなアルバムなのかっていうお話を聞いた方がちょっと楽しいんじゃないかなと思いますんで流していいですか先に。じゃあ玉ちゃん一曲流したいんですけど東さんどの曲きましょうかやっぱり分かりやすいので「Memories of You」m 1を一曲目をいきましょうかお願いいたします。それででは東平さん の作品で Memories of You をお聴きください。 イエイ。高田さん。はい、東流平さんのメモリーズオブユーを聞きいただきました。はい、五月三十一日に発売しましたザシェードオブライフ。こちらはえっとアップルミュージックとかそういうなのでもちょっとどこら辺で手に入れられるのかまず教えてもらってもいいですか？専用サイトがありまして、えっと流平東で E C って入れると出てくるかな。はい。あ 竜兵東はローマ字でよろしいですかローマ字で英語で入れてくれた方が引っかかるかな。あと、なんかツイッターとかいろいろ出てくるんで、そこで引っかかる。なるほど。あとね、サブスクが実は6月6日から解禁なので。じゃあもう今お聞きの皆様サブスクいけますよ。サブスクいけますね。素晴らしい。これは、これも。 名前入れると出てきてました、さっき。はい。あ、じゃあ、竜兵東 ryuh-ei A H E ですね。はい。東の死は shi ですね。はい。それで出てきました。はちらでぜひ検索していただきたいと思いますけども。まゆたまともに。いや、ありがとうございます。いやなんかもう、ちょっとね、だから、前半のお話が、この曲にもすごい、このアルバムにも、すごく反映されてるんじゃないかなっていうふうに思います。そ直結してるかもしれないで ねですね、ちょっと次のコーナーでね詳しくちょっとこのアルバムのことを聞いていきたいと思います、はい、その前にですねえっ、ー、とこの番組ぜひあのお聴きいただいた方に、えー、と感想だったり私こんなん聞いてましたよっていうふうにもう東さんには教えていただくようなメールでも構いませんので、はい、ぜひぜひ皆様メールを送っていただけると嬉しいでございます番組の感想東さんへの感想だったりぜひお願いしますメールアドレスの方はですね ええー、たまちゃんお願いしていいかい。<laughs> はい、忘れました。はい。<laughs> ハッピーラジオですね。た <laughs> まちゃん、思い出した。<laughs> はい、お願いします。ティードット。はい。 ハッッピーーラジオアットマクはい、僕が言います。t.happyradio.gmail.com。t.happyradio.gmail.com。こちらの方まで送ってくださいませ。たまちゃん、<laughs> はい、よう練習だね。<laughs> そうですね。<laughs> <laughs> すいません、五さんこんなやり取りでございましてじゃあ、そしたら次のコーナーに移ってこのアルバムのお話をちょっと詳しくねお聞きしていこうかなと思います。じゃあタちゃちん次のコーナーナきましょうはい はいザ・ストーリーのコーナーですね、だんだんこのコーナー、ジングルが気持ち悪くなってきたら、<laughs> なんか僕の声が。なるほどね、切り刻んだね。いい曲聞いた後に聴きたくなかった、ちょっと、DJ <laughs> お恥ずかしい、えーですね。このコーナーは、ですね、はい、物語という言葉がキーワードに進んでいくんですけれど、この制作物語を。 ななちょっと聞かせていただきこうかなっていうふうに思っております、はい、ですので、えー、とこの東さんのニューアルバム「t h e s h a ブ d e OFLIFE」はい、of ですね、はい、こちらはどういうふうなこうコンセプトで作られたとかまずお聞きしてもよろしいですかありがとうございますえっ、ー、とですねやっぱり自分のまあ自分で作る自分で発表するんだから。はい うん、考えた時にどんなアルバムがいいかなって考えた時に、うん、まあなんかそのさっき僕があのお話しさせていただいたその10代とかその頃の自分だが手に取るような CD を作りたいなっていうのが一番ですねそれ以外でもえそれ以上でもそれ以下でもいやなんかそんな感じですね。あのはい、今まで聞いてきた名盤とかが、うん これから出ないじゃないですか、その、その、当時のまま止まってるじゃないですか、ライブラリー。はい。だから、あの、そこに1枚加えたら、いや、素晴らしいです。僕、高校生でこれ出会ってたら、買いました。買ってますよ、絶対。もうこれ聞いた瞬間に、ラリー・カルトンとか、あの、さっきモントルで出てたお話しましたけど、リージェンズでしたっけ知らない人多いだろうな、リージェンズとか言っても、あの、夢の、 あのメンバーでやるう、ねね、夢のうもうそれ調べていただきたい <laughs> あの、はい、ギターの人があのリーダー取ってるからそういうのを思い出して聞いて。 ととっっってもも楽ししなりりまた狙い通りですスティーブーブモか引張た <laughs> 今日だからいいのリスナーの方はみんなスマホか建てに相当忙しくググってね。ね、うん <laughs> なるほどそうだったんじゃあ 80s とかそういうのがちょっとキーワードな感じでもあるんですか、ね、うんそうですねまあ、はい、その 80s90s って自分では思ってないんですけど、はい、まあその頃の音楽がやりたくって結局とミュージシャンやってるんでまああの素直に発表するとこうなっちゃうっていう感じですかね言い方としては。 でも結構その,他の曲とかも対策があったりとか種旨はいろいろ飛んでますよねいろんな色にこう飛んでて、ね、例えば、ね、あのアコースティックな曲もあったりとかして全体的にはその作曲はどういうタイミングでされていったんですか作曲のなんかあんまりその個々の今回入っている5曲も作ったシチュエーションっていうのは覚えてなくて。 で、はい、結構あのギターはやっぱり手に持って、うん、そのバッと弾いた感じで作っていくっていう感じが多いですかね。あ、うん、なるほど。ギターって楽器ってそんなに音域がまあ、広いんですけど、はい、美味しいとこって結構少なくて、うん、その美味しいとこでメロディーをこう弾けるっていうのが、うん、まピアノだとね真ん中ら辺だったり、うん、ちょっと右上の方ですよね、はい、そこら辺でメロディーが成り立つ感じで作っていくっていう っていうのが自然な形なのかなと思います、ねはい、うんうん。サックスの方とかもそうだと思います、ね。はい、一番美味しい音域が、はい、一番美味しいとこに来るように作るっていうの。はい。はい、ああなるほど。えっ、ー、とはい、はい、これはい、はい、僕も本当になんかちょっと素人みたいな感じでお聞きしますけど、結構その作った時にもすでに編成とか、はい、あのアレンジとかそういうなの,の,の やつが出来上がってる、見えてる感じで作ってるんですか。もうほぼ見えてます、ね。<ー>はい。逆算して作って。へえ、じゃ、こういう楽曲をこういう編成で作りたいから、ちょっと曲書いてみようみたいな。流れですか。ええと、メロディーができて。はい、ええと、メロディーが。 ペロペロ弾いてる時に同時にドラムパターンとかも浮かんでるっていうかまあもうこれしかないってパターンになると思うんで,でそこでまあドラムリズムが結構構築された上でで必要な楽器を入れていくって感じですかね。 テンポ感とかそれもすごい大事ですねね。楽器の温度とかですね。あのメモリーズを言うのあのイントロのドラムとかはえっともうすでに浮かんでたんですか？えっとこの実際録音版の方はですねフィルがえっとドラマーの矢吹さん素晴らしいんですけどにお任せしてただこういうフィルはえっとデモの段階ではもう入ってます。もちろん。もうこれ最初だからイントロの時に。 もうすっごいやられたなって感じですし、これはできてますね。なるほど、五曲入りですよね。五曲入りで、えっと次の曲ステイは、えっとまた全然ちょっと雰囲気が違うっいう感じですよね。これはですね、これもね、なんかちょっとこう、えっとジョージ・ベンソンじゃないんですけど、少しこう。 えっとポールジャクソンジュニアとかちょっとこう、はい、えっとブラックな感じのフュージョンをやりたくて、うん、あとまあマカスミラー、ねはい、<laughs> その辺の感じがちょっとできたらいいかなっていうのは、うん、多分漠然とあって、はい、ただやっぱり純粋にメロディーが先に出たっていうのはあるかもしれない、ね、メロディーが先に、ねええ、そうですねやっぱりメロディー先に書かないと、はい、この前山田孝子さんってジャズピアニストは来た時、ええ にそのの方と話したのは結構あの方とかコードで考えるジャズの人って結構コードで考えるっていく感じですけどヒデさん結構メロディーがもうやっぱり種でてえ。えっとそうですねやっぱりポッ,プポップス畑に長年いるので。うんはい メロディーの重,重要さっていうのはすごい身に染みてんのかもしれないですね。はい、メロディーが良くないと多分聞いてくれないっていう強迫観念が、うん、なるほどあるのかもしれない <laughs>。なるほど。へえ。星 <laughs>、はい、対策のこう <laughs>、はい、ザシェードオブレイブ繋がっていくとかですね。そうですね。これこれはねでもねちょっと特殊でイ,、はい、イントロのコードパターンが最初にできたっていうのがあるかもしれないですね。うんはい、うん。で やっぱりさただその次にサビを作ったんですけど。はい サビはやっぱりメロディーが先ですね結構ギターの人ってリフから作る人も多いじゃないですかそうですねリフものはそれでいいと思いますなるほどあんまりヒさんそんな感じないですよねえっとリフから作れって言ったらやりますああお仕事の顔されてそんなことないですなんかバンドでリフ作れそうですねバンドって感じがしますねそうですねバンドでなんかジョン・ボンジョビがいるんならリフを作りますみた そうかそう,かそうですねリフも美味しい感じですよね,、うん、すねリフで作った曲も今回入ったんですけど、はい、ありますあ,ありますちょっとこれを頑張って打ってはい いやもうぜひ皆様いや本当にね僕と車乗りながらむっちゃ気持ちよかったっすもんそういうのには一番合うシチュエーションだしですよね YouTube の方でちょっとしたダイジェストも聞いてもらっそうですね YouTube にミュージッククリップが3曲ほどありますのでですよね YouTube でも多分「竜平東」って入れると引っかかってくると思いますあと制作風景もちょっと入れてますで楽しんでもらえると 大事、多分、たまちゃん、あれだよ、東、はい、さんの政策とか、うん、すごく勉強になると思うよ。そうですね。今、チャレンジしてるとあるね。るはい、いや、もう、ほっと勉強させてください。<laughs> え、いいえ、そんな。たま <laughs> ちゃんは、たまちゃんのまんまがいいと思います。た <laughs>、はい、ままで、いい。<laughs> <laughs> はいえっと僕が辛いです僕が辛い、ね、<laughs> いや素晴らしいいやいいですねこれメンメンバーはもう長年やってるメンバーとかなんですか、ええ、そうですね手伝ってくれた連中はすごく、はい、うん、うん、もうあの窮地の中なんですけどえっ、ー、と。はい えっと、え二曲目の、えっと、杉田俊生さんと、えっと。パーカッションの竹本さん、竹本一匹さんは、えっと、ちょっとご紹介いただいて。でも、素晴らしくて、二人とも。なんかミエージシャン、いっぱいいい人いるなと思って、はい、助けられました。じゃ、あこれ、結構、その、自然に今までやってきて。 たことをその先ほどのテーマの元に出してできたアルバムっていう風な感じなんです,ね,、はいええ、ですね。とてもなんかスムーズに、なんかそのデモプリプロダクションって言ってるんですけど、はい、デモでほぼ今 CD に入ってる形で、はい、えっとそれに近いデモがもう作ってお渡ししてあるんで、うんはい、ミュージシャンってそういう風に渡されると、うん、あ,あもうこれ

なんか僕こんなこと言っていいのかどうか分かんないですけど、あのー、この東さんのアルバムってそのドラムをこれから始め,始めるっていうことかがはい、はい、こう聞いてもそのちゃんとこういろんなことをこう学ぶこともできるし、うん、そのアプローチの面白さだったりとか。うんうん、あのー 今でももちろん通用するとか、今でも使われているようなことをしっかりやってるし、その僕5曲目とか、結構 J-POP の、そネバダ州のイメージっていうのを、であるって聞いて僕は、そう、でも僕、やっぱ東さん J-POP でされてきたこのところも出てるのかなとか感じたのは5曲目だったりとかしたんで、まあちょっといろんな見方があるっていうことでお許しいただけれと。いや、全然、あの、逆に褒めていただけれいや、素晴らしいんです。だから、 その若い子たちは聞いても楽しいと思いますしもちろんだからそのはあのトトとか西海岸とか好きだった人たちが聞いてもむちゃくちゃ楽しいと思いますのでああそ,うそう思います、ねはい、いやだからあえて今ここにこの時代にこれが出てきたというのは僕むちゃくちゃいいんじゃないのかなって思っております,す、ね、やる人いないですか <laughs> えなんやる人いないですか <laughs> いやそんなことないですよみんなみんなしたいんですよ <laughs> ああみんなしたい多分そうですね、はい、その えとまあ、えー、とコロナになって、はい、その YouTube っていうものを、うん、僕はなるべくこうそんなに、えー、と身近には、えー、と僕の生活にはなかったんですけど、はいまあ、コロナで、うんまあ、みんな見てるものをちょろっとサーフィンするようになってんで、うん、その YouTube から出てきたアーティストってたくさん最近いいアーティストいると思うんですけど。はいはい その彼らにはできないことが僕にはできるんで、うん、じゃあそれをやらないのは。 ちょっと失礼に当たるのかなと思って僕がそこに乗っかる必要はないのかなっていうのは思ったんでだからちょっとこう古風な作り方をイエーイしましたけどいや素晴らしいジャケうトもいいですよねそこ言っちゃうあの僕は昔から東さんは大人の色気を感じさせる男性っていうのがよく言い当ててるでしょガチュイースでしょそうなの じゃけ、全体的なパッケージはちょっと洒落まい。素晴らしいでございますよ。いや、ちょっと、この夕焼けぐらがね。いや、もう皆様検索してください。ぜひもう言ってることがいろいろ、おおとか思ったりとかすると思うんで、ぜひ検索していただきたいと思います。はい、東さんの情報は欲したら、ええと、ローマ字で、龍平東。というふうに検索していただければ、いろいろ出てくるということで、ぜひ皆様チェックいただければ。 と思いますもう終わりになってしまうんですけれど最後にんかちょっと言っておきたいこととか何かございますかそないでですすよか坪井さんがやってる音楽にかなり僕もんていうか共感してますんでやっぱみんな音楽仲間すごい大事なんでみんなに対してリスペクトがあるし一緒にね やっぱずっと音楽続けていきたい。ああ、素晴らしいですね。こんな先輩に出会ったから、僕今音楽できてるんですよ。それがもう、もちろんです。もう本当に。いや、たまちゃん、じゃもう時間だから、終わりになっちゃうけれど。最後、一言もらっていいですか。東さん、何が好きですか。お、食べ物。カツ丼が好きです。ありがとうございました。リスト、東りえさんでした。ありがとうございました。 お邪魔いたしました。